私のチャンネルへようこそ。 JBN1 ビュー、キンプリ初冠番組キングリンチェプリンスル、レギュラー初回で平野紫耀 VS 神宮寺勇太ヤンキー姿で激突。キングリンチェプリンスキーヤシー禁断のベッド写真公開。平野紫耀神宮寺勇太はヤンキー姿披露。人気グループキングリンチェの初冠番組として日本テレビ系で16日よりレギュラー放送がスタートする。キングルプリンスル、読みキンプル、毎週日曜のち2時15分。メンバーが無茶ぶりなお題を実行していくバラエティ番組で、16日の放送では鬼ごっこやだるまさんか転んだなど昔からある遊びに強さを加えて新たなゲームを考案できるのかというお題に挑む。スタジオの芸人軍団から恥ずかしめんこ、だるまさんがもだえた、芝居手かぶってじゃんけんぽんなど新たなゲームのアイデアが出され、平野紫耀、永瀬門、高橋山、岸優太、神宮寺優太がこれに挑戦。恥ずかしめんこではめんこの裏側にメンバーのちょっと恥ずかしい写真が登場し、デビュー前の岸禁断のベッド写真や永瀬謎の下ペロ写真、さらにはファーストサマーウイカスピン写真、若手時代のアンタッチャブル山崎弘也秘蔵 VTR などが披露される。だるまさんがもだえたでは超酸っぱいところてんを吹き出さずに我慢しながらだるまさんが転んだに挑戦。さらに芝居手かぶってじゃんけんぽんではヤンキー姿の平野と神宮寺が対決。神宮寺の反則スレスレのアタックに平野が大ピンチになる。キングリンチェの日本テレビ系初冠番組キングルプリンスルが16日から毎週日曜14時15分からのレギュラー番組関東ローカルとしてスタートする。キングリンチェプリンスコングジューリーレギュラー番組としてスタート。この番組はキングリンチェプリンスよりかっこよくより面白く成長するために、番組から様々なお題を出題し、そのお題をクリアするためのアイデアを教官たちが考え、キングイプリンスにその実行してもらう無茶ぶり性検証番組だ。番組あだ注目の第1回目のお題は、鬼ごっこやだるまさんか転んだなど昔からある遊びに一つ要素を加えて新たなゲームを考案できるのか。疑問符？スタジオの芸人軍団から、恥ずかしめんこ、だるまさんがもだえた、芝居手かぶってじゃんけんぽん、など、初めて耳にするゲームの名が続々。岸優太禁断のベッド写真、永瀬廉謎の下ペロ写真公開公開。恥ずかしめんこではめんこ裏側にメンバーのちょっと恥ずかしい写真が。デビュー前の岸優太の禁断のベッド写真や永瀬門の謎の下ペロ写真、さらにはファーストサマーウイカのすっぴん写真、若手時代の山崎弘也、アンタッチャブルの秘蔵 VTR まで。疑問符？遊びを超えた恐怖のめんこがめくられる。だるまさんがもだえた、では酸っぱいところてんを我慢しながらだるまさんが転んだに、挑戦。キング、リンチェとして絶対に吹き出し半 NG、だが、ヤンキー姿の平野紫耀神宮寺勇太も登場。芝居手かぶってじゃんけん、ポン、ではヤンキー姿の平野紫耀 VS 神宮寺勇太が実現。神宮寺の反則スレスレのアタックに平野がピンチ。疑問符？果たして楽しい新たなゲームを考案することはできるのか。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。